オルガ岩群、大きな岩の塊ですね、そういうところへ、行こうと思って、走っていますと、展望台がありました。登ってみます。これも見事なんですね。写真では皆さん分かりにくいかもしれません、だけどすっごく大きなものです。オルガ岩群の近くまでやってきました。こういう大きな岩がですね、いくつもずっと連なってるんですね。バルパ渓谷というところが駐車場から歩いていけるということで、そこにやってきました。あの岩と岩の切れ目の間に入ってきます。この渓谷の両側に立つ岩ですけれども、とても大きいんですね。どうやって大きさが分かっていただけるかと思いますけれども、今人が歩いているのが見えますが、その人の高さとですね、この岩の大きさ、ちょっと見てください。